どうもこんばんは、ゴーリーかけるです。よろしくお願いします。さて、今日の内容なんですけども、先日皆さんに大募集していた手話歌企画の動画が完成しました。イエーイ。ということで、まずはたくさんのご参加いただき本当にありがとうございます。そして今回、残念ながら時間が間に合わなかったりとかですね、あとちょっと顔にスタンプがあってちょっと取り直しのお願いをしてる時に、ちょっと時間が足りなくなったりとかですね、顔出しがそもそも NG という方もたくさんいらっしゃいました。まあでもその中ね、約100名の方に、ご参加いただきました。本当にありがとうございます。ちょっとあの今回初めての企画ということで、説明がちょっと足りない部分があったりとかいろいろあった中なんですけども、第2弾に向けてすでに次の歌何にしようかなと、決めてるところでございます。次はぜひね、今回参加できなかった方も、そして今回参加していただいた方もまた参加していただけたらなと思います。今回はゴーリーかけるのオリジナルソングギフトという歌をみんなで一緒に手話歌をしたバージョンを動画を作らせていただきました。最後まで見て楽しんでいただけたらなと思いますので、どうぞご覧ください。泣いてるの誰にも言えない悲しみに、僕があなたに送るたった一つの物語。はい、ということでいかがだったでしょうか。最高の出来に仕上げていただきました。本当にご参加いただいた皆さん本当にありがとうございます。そしてね、もう次の歌何にしようかなってずっと考えてるんですけども、また、追って告知させていただきたいなと思いますので、よろしくお願いします。そして今回の動画ですね、概要欄の方に、ダウンロードアドレスを載せておきますので、ぜひダウンロードしていただいて、ゴーリーかけるさんの企画に参加してもらったよとか、ゴーリーかけるさんがこんな動画作ってたよとか宣伝一緒にしてくださる方がいたら、ぜひ、この URL、 動画の URL を拡散していただいてもいいですし、動画をダウンロードしていただいて拡散していただいても大丈夫です。はい、そしてダウンロードの仕方ちょっとわからへんぞという方がいたら、こちらも概要欄に、おっしゃる LINE、メールアドレス載せておきますので、僕の方で送らせていただきますので、ぜひ気軽にお問い合わせよろしくお願いします。ということで本当にもう一度言わせてください、今回ご参加いただいた皆さん本当にありがとうございます。そして最後まで見ていただいてありがとうございます。また次回お会いしましょう。ゴーリーかけるでした。ありがとう、バイバイ。